お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。昨日、火曜堂の動画を優先してしまいましたので、一日遅れの、軍団戦日記になります。残念ながら、今回も JP 軍団さんとのマッチングになりまして、偵察状況などは、次回に繰り越しになりますねー。ということで、いつものように、私の攻めを見ていきましょ。最後まで、ゆっくりしていってね。第一姿勢は、一番に攻めました。私は、先行一軍です。はい、先行はダメですよって言われてる感じの陣形です。右の削りからスタートですねー。右から、鉄鋭です。左上に、一本。下から、加工円とブレス攻防です。ま、外側は、どうにでもなるとして、問題は、内側の奉仕塔の群れですかねー。やはり、一本相手に弓武将はダメですねー。とりあえず、一枚は確保したし、さらちは厳しいので、城を狙ってみましょうかねー。余毛は、下から行きますよ。理由は、回復塔があるのと、相手が一本だからですねー。人形に釣られちゃった。さらには、挑戦に捕まる始末。あらま。ダメだ。さすがに、奉仕塔が残ってるし、兵で城を壊すのは、無理だねー。あらら、爆弾にもかかっちゃった。うまいこと、配置してますねー。ということで、ここで諦めましたー。第二姿勢は、5番に攻めましたー。私は、先行二軍ですねー。はい、偏った陣形ですよー。まずは、援軍を釣り出して、文王で処理ですね。右サイドは、文王と長領です。左サイドは、加工トンと予演霊ですね。中央突破で、関羽さんです。これで、塔はなんとかなるかなーって、思いますが。あらら、残ってますねー。兵で無理やり壊すパターンだねー。爆弾にやられちゃった。これは、兵力不足になっちゃうねー。76%か。時間が足りないかな？
ま、やれるだけ頑張りましょ。回復等を優先するべきだったねお城も、耐久値満タンだし、ここまでだねー。ということで、1枚でしたー。第3姿勢は、9番に攻めましたー。私は、先行2軍ですー。はい、それほど強化が進んでいない相手でしたねー。援軍を釣り出して、右から軍王で処理です。上から、カヌですね。下は、強要です。左に、加工村との遠霊。施設レベルが高くないので、これでいけると思います。塔はなくなりましたねー。あら、敵武将も倒しつつ、波状もできましたー。ということで、さらちでしたねー。第4姿勢は、6番に攻めましたー。私は、先行1軍ですねー。これまた、先行はしないでねーって感じの陣形です。援軍は入ってなかったので、右を削ります。そして、血栄ですね。左は、脳以外あるので、一軍です。上から、加工炎。下は、ブレック攻防ですね。さて、仲間で壊せるかな？良い感じ。余毛でなんとかなりそうですねー。はい、左から余毛です。完璧ですねー。あとは、じっくり締めの作業して、終わりかなー。余毛で、波状もできちゃった。ということで、さらちでしたー。さて、奪還戦は、1番にリベンジです。というか、ここしか残ってませんでした。先に言っておきますが、さっき失敗したのに、全く同じことしちゃいます。右から虎ですねー。
そして、月影です。左上に、一本ですねー。下から、ブレス工房とか公園です。ここまで、全く同じ出し方ですねー。ま、さっきと違うのは、下から余毛で、2枚狙いなんだと、最初から思ってること。白を狙うだけ。今回は2枚狙いなので兵を先に出していきます。施設を壊せなくても人形が発動すれば OK って感じ。結局、人形を発動させる前に、消されていきますねー。もう、運任せになりましたー。ということで、余毛さん行きますー。はい、さっきと同じように取れていきますねー。今回は、ノータカまで行けましたー。あとは、戻ってこれるかどうか。あらら、スキル切れちゃった。ということで、奪還は失敗でした。さて、今週の結果は、敗北となりました。軍団戦日記では、何度も言ってきてますが、JP 軍団さんは、先行をしにくいんですよねー。海外軍団さんと当たりたいねー。ま、そんなことも言ってられないので、コツコツ強化して、戦えるように頑張ります。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくりしていってね。